皆さんこんにちは、たすがいナイスです。リアルデイズ100デイズ12日目やっていきましょう。はい、ということでタイマースタートで、前回ここ作りかけたとこなんですよね。作って途中で終わったんですよね。で、そっか、ここはあれか、とここはあれなんですよね。ここはあれなので、この上かな、この上に向けて下面にしゃがみながら設置して、で、上、下はね、多分ここをはしごの上に置いた方が楽だと思うんだ。水流が重い。どうしようかな、これ。じゃあここに一旦仮ブロックを置いて、の、でもさ、これさ、こっち側からつけると、あ、こっち向きになるか。オッケーオッケーオッケー。じゃあこれでいいか。よし。で、ここ出入りできるよう、あ、待って。アイスさん気づいてしまった。この水流エレベーターにどうやって行こう。そうか、この水流エレベーターへの行き方募集だな。ここがさ、結局穴になるわけじゃん。あ、でもいいか、ここは埋めるか。ここだけ、ここを足場として埋めればいいか。あ、オッケー、なんでもないです。解決しました。ということで、ここのはしごを一旦破壊して、で、こことここを破壊しまして、ではね、続き作っていきましょう。さ、ここ開けて通りたい。ちょ、水流強すぎ。マイクラの水流ってこんなに強かったっけ。で、こっからは、そっか、こっからはしごあるから別にわざわざあれをつける必要もないのか。よいしょっと。あ、そこじゃないです。こっかな。オッケー。あー、ちょっと変なとこ、ここに置いちゃったからあれですね。水流が来なくなった。でさ、これ下がはしごあるからさ、これはしごのままいっか。もうめんどくさいし。ちょっとめんどくさいので、こっからはもうはしごで止めていきますか。はしごで止めていきますかってさ、あれだな。この方がいいかな。多分これが一番早そう。さあ、こんな感じでね、はしごを利用して、これもともとね、こういう感じではしごを利用する予定だったんですけど、うまくいかなかったっていうね。という、そんな感じで、さあ、とりあえずね、これで下まで行きましょう。まあ、これでね、水が止まっている。まあ、水が止まっていればね、正直何でもいいので。じゃあいいやないかい、これ。あ、待って、鉄が出てきた。鉄は欲しい。鉄は欲しいけど1個か。まあ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 いいでしょう。まあ、こんな感じでね、はしごをもともとこんな感じにする予定だったんですけど、案外うまくいかなかったっていうね。待って、ここさ、あれじゃない？ここ多分あれですね。廃校のとこですね。廃校のとこだけど、まあいいか。もうすれていいや。まあどっかしらにあったっていう記憶だけあればいいか。で、この後ろ側ね、確か空いてるはずなので、そこだけ注意しつつ。さあ、あのさ、今さ、ブランチマイニングしてる方もさ、あれなわけじゃないですか。なんだっけ。あれがあったじゃないですか。ディープダーク。ディープダークがあったので、マジでどこ掘るの問題になってきてるんですよね、最近。最近本当に掘る場所がなくなってきた。で、アイスさんね、今ね、寝起き2時間ぐらいなので、実は結構声がやばいっていうね。まあ、普段もね、そんなにいい声かと言われ、あれ？なんか思ってた方と違う方に出たなんか思ってた方と違う方に出ました。ほいっと、ほいっと。思ってた方と違う方に出たんだけど。まあいいや。こっちにね、出るつもりだったんですけど、逆に出ましたね。じゃあ、こっから昆布を取りに行かなきゃいけないんですね。昆布。で、水、今のこの水をね、登るよりははしご登った方が多分早いので、はしご登っていきます。まあ、はしごだとね、水流で、なんていうの、窒息ダメージで死ぬ可能性もないですし、まあ、そんな感じでやっていきます。できればね、ここもね、あれに変えた方がいいんですけどね、正直。正直あれに変えた方がいいんですけど、フェンスゲートに変えた方がね、いろいろといいんですけどね、どうしようフェンスゲートに変える？変えてもいいけど。ということで、ここからね、まあ、水を登っていきます。で、これ、フェンスゲートに沿ってね、登っていけばね、窒息することもないですし、安全に登れますね。いやー、おっせー。マジで、おっせー、おっせー、おっせーわ。で、ここからね、昆布を取りに行きたいので、昆布を取りに行きます。昆布。いや、マジで、登んのおっせー。これってさ、はしご、もっと？待って。今なんか声したね。お、行商人だー。スイカの種、特に必要なものは火薬が欲しいけど、ちょっと、エメラルドないですね。なんかさ、今度さ、あれですよね。今度、なんだっけ。
橋、ん？なんだっけ？え？待って。一匹消えたぞ。落ちたか？なんかさ、今度、あれですよね。あの、行商人がさ、エメラルド交換してくれるようになるみたいな、そんな話ありましたよね。まあ、それに伴ってね、なんだっけ？トレードリバランスか、ビリジャートレードリバランスか、それが来るので、まあ、どうなんだろうって感じですけど。まあ、あれね、村人の解約はマジで良くないよねって思ってるけど、まあ多分ね、結構なんか、やめろっていう声が多かったんでしょうね。今んとこ結構ね、なんかあんま来てないですよね。まあ結構ね、すぐ来るのかなって思ったら、やっぱちゃんとね、来ないですね。まあ今ね、多分運営の方も、もやんでもね、なんかどうしようかみたいな話をしてるんでしょうけど、まあちょっとあれはね、ちょっとさすがにね、そう簡単に進まないですよね、あの話は。あ、絶対ユーザーとしては嫌なわけじゃないですか。何しようと思ったんだっけ？あ、そう、昆布。まあ、ユーザーとしてはね、あんなの絶対良くない、嬉しくないわけなので、そりゃきついよねっていう。イカダ持ってこればよかったですね。まあ、水中の移動はね、結構遅いので、イカダ使ってね、行きましょう。イカダ、竹のイカダ。イカダね、てかね、ボートってね、まあ、アイスさん基本的にボートを使わない派の人間なので、あれなんですけど、ボートってね、この乗り捨てするじゃないですか、方向転換がめんどくさいっていうね、マジでね、それとか、あと、あの、この陸地を歩くときはさ、陸地を歩くときに、このイカダを一回壊さなきゃいけなかったりしますし、結構ね、めんどくさいなって思っちゃうんだよな、このイカダの破壊とかが。なので、アイスさんはね、基本的にボートを使わないんですけど、でね、こういう時ね、意外とね、あの動画のことを考えてね、あんまりね、振らないようにはしてるんですけど、結構ね、難しいんだよな。まあ、結構ね、なんか人によってはね、これね、なんかもう特に気にせず、スーって振る人いますけど、やっぱね、酔うよね、見てる方。動画で見てる方は酔うよねって思っちゃうんですよね。まあ、アイスさんもね、割と酔う人なので、どうなんだろう、酔いには意外と強い方かもしれないけど、まあでも、酔うことは酔うので、マジでね、まあ、アイスさんがね、実況動画を見ていて、酔ったゲーム、マジ、まあ、でも一つぐらいかな、実況動画で酔ったことのあるの。あの、ヒューマンフォールフラットって言うんですけど、ヒューマンフォールフラット見てた時はね、マジで酔った。あれだけね、アイスさん、マジで酔ってね、まあ、多分今後一生やらないだろうなって思っているゲームです。なんだろうな、このさ、細かく揺れるのが無理なんですよね、アイスさん。さっきも若干怒りましたけど、このガガガーってね、動くの結構ね、アイスさん苦手なんですよね。そう、ヒューマンフォールフラットね、まずあれが無限に起こるので、まず酔って見れなかったんですよね。ということで、昆布を取ってきましたので、どうしよっかな。はしごさ、はしごをあれに変えた方がいいみたいな話あるんだよな、正味。でも時間ねえな、時間ないからやめよう。まあ、水流エレベーターになってればいいべーということで、待って、フェンスゲートはもうちょっといるな。まあ、フェンスゲートはもうちょっといるけど、フェンスゲートをもうちょっとだけ持って、さあ今日はもう水流エレベーター作って終わりそうですね。じゃあこっち降りていきまーす。あ、待って、ソウルサンド持ってくるの忘れたやんけ。ソウルサンド持ってくるの忘れました。で、なんでフェンスゲートを持ってきたかというと、ここを破壊しまして、フェンスゲートを置きまして、で、奥側もフェンスゲートに変えた方がいいですよね。多分、はしごって確か水を含むはずなので、フェンスゲートに変えまして、一応これでどっからでも入れるようにしておいて、ここも開けておいて、で、昆布はね、逸材のアップデートからどこへでも植えられるようになったはずなので、昆布を植えていきます。死なないように、この辺からでいいか。なるべく死なないようにね、しっかりと。これ今、水かな？水を上がっていいのか、はしごを上がっていいのか微妙なラインですけど、さあこんな感じでね、コンボをしっかりと埋めていきます。これね、本来は骨粉でやった方がいいんですけど、骨粉今ないので、骨粉が今ゼロなので、ちょっとね、今は無理ですね。まず最近さ、このスポイト機能が有能すぎてさ、スポイト機能有能すぎてずっとスポイトでやっちゃうんだよな、これ。っていうかさ、これさ、本来骨粉でやるわけなんですけど、これね、統合版じゃできないんですよね、骨粉で生やすやつ。統合版ってね、昆布が骨粉で伸びる限界値みたいなのがあってですね、まあ、それが10ぐらいなんですよね。水流エレベーター作れねえっていう。まあ、10って結構短いですからね、言うて。
え、そうだそうだそうだ。ずっとやろうと思っていてやっていなかったことが一つあるので、白樺の原木を持ちまして、白樺の板材を作りまして、白樺の、ボタンを2つ作る。で、トラップドアを2つ作る。2つ作る、OK? で、ボタンどこ行った？あれ？待って、ボタン作ってない？あれ？ボタンさっき作った気がしたんだけど、作ってなかったらしい。なんか、あ、感圧板はあれさっきか。さっきのやつか。で、白樺のトラップドアをここにつけまして、ここにボタンをつけまして、これ、オッケーオッケーオッケー。こんな感じで、この落ちる機構ですね。落ちる機構をね、作っておきます。下へ設置して、多くのボタン。で、これね、これ落ちた時に、無意識にね、後ろにカーソルを合わせると思うんですよ。この立ち位置。なのでね、後ろの方がいいです。で、ソウルサンドを持ちましょうね。さあ、夜になってまいりました。そういえばさ、ファントム枠って言ってたけどさ、アイツさん一回、確か一回ゴロンしたんですよね。一回ゴロンしたから、まだね、多分ファントム湧かないんですよね。ということで、ソウルサンドを持ちまして、で、下へ参りまーす。えいやと。ピューン、ザッパーン。わー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 、すごいことになってる。そう、まあこうなるだろうなって思って、上にフェンスゲートを1個置きまして、横にもフェンスゲート1個置きまして、ここにもフェンスゲート置きまして、よし、これで OK ですね。これでしっかり止まりました。で、松明全部流れちゃったので、松明置き直しましょう。松明を、ここ、ここ。アイスさんね、このいつもね、休暇気球で作るからね、いつもこの置き方なんですよね。よし、OK。で、ソウルサンドですね。ここを破壊しまして、ここを1マス掘りまして、さすがに下は溶岩じゃないはず。大丈夫。で、ここにソウルサンドを置くことで、これで水流エレベーターになるはずです。ということで、上へ参ります。うおー！よーし！これで水流エレベーター完成です。よし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 。さあ、これでね、まず上と下の行き来が楽になったことは嬉しい。非常に嬉しいですね。で、ファントム多分まだ湧かないよね。多分湧かないと思うけど、一旦リセットしとくか。一回寝転がればね、OK なので、これでファントムカウントがね、リセットされますので、ちょっとね、拠点で活動しましょう。今日昼間一切何も活動していないので。で、そう、前回のね、話の続きしましょうか。そう、前回ね、この好きな漫画というか、まあ、最近読んでる漫画みたいな話をしてたんですけど、そう、まあ、タイトルだけ言ってね、何一つね、内容について触れてなかったので、ちょっと内容に触れようかなと思うんですけど、まずね、薬屋の独り言ですよね。薬屋の独り言読んでるって言ったんですけど、薬屋の独り言ね、いいですよね。なんかね、ああいうね、なんか知識無双系漫画というか、まあ、あれ確かラノベでしたっけ？原作ラノベらしいんですけど、ああいうね、知識無双系はね、割とアイスさん好きなんですよね。知識無双、若干ミステリー要素あり、みたいな、そんな感じの、あれなんで、まあ、知識無双系で言うと、あとあれですよね、有名なのだと、ノーゲームノーライフ。ああいうのいいよね。しかも、ノーゲームノーライフ、結構ね、天才ですよね、あれ。書いてる人も結構天才ですよね。てかまあ、ね、書いてる人が天才じゃなければ、まあ、書けないと思うんですけど。いや、あれも、あれね、めっちゃ良かった。てか、まあ、あれ、まあ、言うてもアニメしか見てないですけど、小麦。まあ、言うてもね、アニメしか見てないんですけど、アニメの1期、2期見たんだったかな。どこまで見たかはあんま覚えてないんですけど、あれ見たの結構昔なので、どこまで見たかちょっと不明ですけど、覚えてないですけど、あれね、おもろかったなーって思っております。あれおもろかったなっていう記憶はあります。薬屋の独り言ね、多分ね、多分時代的な話をするとね、多分ね、あんなに、なんていうの、医療というか、薬の知識が発展してることってね、多分あの時代で言えばないと思うんですけど、わかんないけどね、ないと思うんですけど、なんかすごいよね。めっちゃ無双だよね。って感じ。ああ、そこじゃないです。そこじゃないだろ、おめえ。では、ここにガーッと水を流しまして、これで収穫していきます。いやー、薬屋の一言もね、やっぱなんかね、おもろいからね、続きを読みたくなるっていうね、そういう感情はありますよね。やっぱどんな作品でも。やっぱ、面白くないとね、続きは読まないかなって思う。で、これですね、なんだっけ、このね、全部ね、一面にね、同じ作物を植えてしまうと、あれなんですよね、
成長速度が2分の1になるんですけど、あの実際この、まあ、収穫量って2倍になるわけなので、まあ、ぶっちゃけ変わんないよねっていう、そういう話があったりなかったりします。ということです。まあそんな感じでして、試合の一言ね、いいよねって話。内容に関しては何にも触れないけど。で、あ、なんかちょうどいいゾンビがいるな。ちょうどいいゾンビがいるけど、あいつなんかさ、物持たせられないかな。物を持たせたい。装備。装備が欲しいんだけど。あ、待って、装備か。装備作りたいけど、なんか鉄のブーツ鉄装備さ、一旦渡してみるか。鉄装備を一旦渡してみて、持ってくれれば嬉しい。待って、消えたな、あいつ。うわー、消え、あ、待って、沈んでるわ、あいつ。おい、お前来い。あー、でもこいつ溺死しそうだな。溺死して多分ドラウンドになりますね、こいつ。いやー、ちょっとドラウンドにならないでほしいな。ゾンビね、後々欲しいので、うん、なりましたね。やっぱドラウンドになりましたね。今、すごい音しましたけど。確かね、ゾンビがドラウンドになるとき、結構すごい音するんですよね。多分、動画だとあんまり聞こえないと思いますけど。まあ、ゾンビはいいや。で、アイアンゴールトラップ、ちょっと、もう、松明が邪魔。で、アイアンゴールトラップの続きを作りたいんですけど、羊毛、村から、あれ取ってきましょうか、ベッド。ベッド取ってきたいけどさ、この道歩くの危険じゃね。まあ、さすがに大丈夫か。こちらね、ダイヤ装備ですので、大丈夫だ、大丈夫でしょう、多分。ダイヤ装備あれば大丈夫でしょう。ちょっと今んとこカットで。で、ベッドをもらいに行きましょう。アイアンゴーレムはおりますし、アイアンゴーレムってさ、確かクリーパーと敵対しないんですよね。ワン、ツー、2個余ってるかな。もう一個、まあ、でももう一個作れるからいいや。オッケー、二個取りまして。出ましたい。オッケー、出まして。でね、拠点にもう一個ありますので、盾構えとくか。盾持っておきましょう。盾持ちまして。で、この辺に雲いたよね。雲だけ倒したいんだけど。雲、あ、クリーパーだ。クリーパーはいらないです。クリーパーはいらないので、雲だけ倒したい。雲を殴って、オッケー、雲倒しまして、オッケー、後ろからクリーパー来ますので、それだけね、注意しつつやっていきましょう。さあ、ゾンビ避けていきます。ゾンビはね、もう相手する必要がないので、相手する必要がないので、スルーしまして。でね、そう、他の作品で言うと、シャドウハウスか。シャドウハウスもね、いいよね、あれ。なんかダークファンタジーって感じで。まあ、ダークファンタジーだし、若干ミステリー要素とかもあったりして、まあ、ミステリー要素というか、謎解きというか、まあそういう要素もあったりしてね。もう一個作ってこーい。もう一個ベッド作っていきましょう。いや、シャドウハウスもね、好きなんだよな。てか割とね、まあシャドウハウス、そう、前回も言ったんですけどね、シャドウハウスのね、瞬間は結構楽しみにしてるぐらいね、あいつさんはシャドウハウスが好きなんですよね。ベッツ。さあ、ベッド3つ作りまして、糸2つゲット落ちたの嬉しいね。糸2つゲットしたのは嬉しいけど、ちょっと釣りしてる余裕がないんですよね、あんまり。でも釣り、名札釣れれば嬉しいけどな。で、さっきのやつさ、ドラウンドになってさ、あれを持ってると嫌だなって思ってるんですよね。そう、あれ。さあ、ベッドを3つ置きまして、さあ、村人がね、狙えるようにしておきます。そう、あれを持ってると嫌なんですよね。トライデント。トライデント持ってるとね、普通に死ねえので、てかさ、ゾンビからドラウンドになった場合って、あれ、デスボーンするんですか？アイスさんあんま詳しくないんですけど、それに関しては。丸石持って、ハフブロ持って、ハフブロ？ハーフ？オッケー、ハーフ持ちまして。で、ゾンビを格納する場所を作らなければいけないので、ゾンビの格納場所を、どこだっけ ?1、2、3、4、5、6、7、8。ここでいいんだっけ？まあ、多分ここでいいか。もうめんどくさいから、考えるのめんどくさいからここでいいや。まあ、ここに一旦、丸石でね、脇層を作っていきまして。で、ここだけね、ゾンビを落としますので、ゾンビを落とす場所なので、ここだけね、開けておきまして、ゾンビがね、落ちてきてもいいようにしておかなければならないんですけど、こことこことここを埋めるんですが、これがハーフで、
もう一個下か。これね、あんまりどっかでも 2.5 だよな、 2.5 の高さのはずだから、ここを割って、ここを割りまして、丸石をここと、あーということで、ここでタイムアップでーす。はい、ということで12日目お疲れ様でした。いや、ようやくね、やりたかったアイアンゴールドトラップ作りと水流エレベーター作りがだいぶ落ち着いてきたというか、だいぶ進んできたので、また次のステップへ進めそうですね。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。